あ。まあ、で、こう、私の番、これは。ビーコないんだけど。どうも、そうです。今回も、スプラトゥーンかくれんぼやっていきたいなと思います。ということでね。まあ、今回も、まあ、あ、やばい。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 ちょっと、アフロやんけ、お前。ちょっと、マジかよ。しかも、一人以外全員タコっていうね。今回のくれんぼ参加してる皆さん。みんなタコ大好きね、やっぱりね、ほんとにね。なんでこれアフロなの、ちょっと。あれ、なんか僕アフロにしたっけ今、ダサアフロダサみたいな感じで、昆布トラックだっけ、ここ。もう忘れた昆布、あ、違う。塩の目造船だったっけ、ここって。塩の目造船ですね。やっていきましょう、くれんぼ。よーし、ということで、やっていきましょうか。1、スタート。よーし、やっていこう。うわぁ、めっちゃ塗られてるやんけ、お前、こいつってか、初手から、使っていきましょう。間に合いか。でも、ここら辺とかにいる人いるんだよね。この、塩の目造船。塩の目造船ってめっちゃ言いまくってるけどさ、これでさ、塩の目造船ってさ、ステージ名じゃなかったら恥ずかしいよね。まあ、多分、塩の目造船っていうステージ名だったと思うけど、まあ、とりあえず、塗っていくよってお前言うとおりますけどね、あなたね、反対ハープ、バイアトゥル、バイオケ、ね、何語喋ってるんですか？はい。ということで、あ、いや、なんで？え、やったー！はい。ということで、一人やれましたね。ヤンキーイジピンさん。なんでヤンキーなの？くれたのかな？はい、とりあえず、塗っていきましょう。おー、塗っていこう。よし、とりあえず。あ、向こうにビーコンありますね。ビーコンを壊すのをね、僕プロフェッショナルなんで頑張っていきます。あ、インク不足。スペシャルでインクを貯めていきましょう。よし。まあ、スペシャル使ったらインクもね、増える。うわー、ここになんかあるんだが。オッケー。よし、ビーコンも壊して。しっかりとね、ビーコンも潰していかないとやばいですね。あ、なんか入れた！あ、向こう。ここに、乗りたかった、この、登ってくやつに。ここら辺にいるな、なんか多分。ちょっと、どうにかしてさ、こっから向こうまで行けない？お願い！行けないか、お前！行けないか、お前。ちょっと、向こうにいるからさ、ちょっと、向こうにいるやつを倒したいな。よいしょ。よし。わー、ちょっと、時間があと1分半しかないぞ。やばい。ここら辺にいると思うんだよね。あ、いた。二人行ったぞ。二人なんかどっか行ったぞ。行け。お前らこう見えてるかな、お前な。うん。お前見えてんかな、本当にな、お前な。うん。いた。あ、いた、どこ飛びすぎだろ、お前ら。今一人はここにいる。どこね、行ったの。ちょっと、ね、ゴキブリ？めっちゃ飛ぶやん。ちょっと、よいしょ。よし。ここにいたな。ここにいたってか、ここか？どこだ、マジで。え？もう待って、もう飛びすぎて意味がわからん。もう飛びすぎて、ついに何どこに行ったのかわかんなくなっちゃった。あ、マジか、ちょっと。ま、倒した方がいい、ちょっと。もう、うわぁ。どこら辺だ？ここら辺だよ、お前。ここら辺だよ、お前。おい。ここら辺だよ？ほんとに？うわぁ、もう飛びすぎー！ん？もう見失ったんだけど、どんだけ背負い投げ。もう、ちょっと全員倒せる気が。ちょっと待って、また終わらないで。ことか。ここにいるわけないよな。ファッキーン。あ、いたいたんだけど、さっき上に、なんか立ってたんだけど。よーし、ということで、やっていきましょう。チョウザメ造船ですね。僕さっき、塩の目造船って言ったけどね、これチョウザメ造船でしたね、マップの名前。ということで、やっていきましょうね。なんかじゃあ僕が見つけられた方は、ヤンキージピンさん一人ですね。はい、ということで、やっていきましょう。コウイユヌーさん。コウイユヌー。コウイユヌーって言いづらくない？めっちゃ。もう言いづらすぎてやめてくださいって言うとおりますけどもね、ここにいたということで。わかんないね、ここね、ほんとね。ヤンキージピンさん、ここにいたということでね。これは見つかる。これは見つかるね。うん。次は、魔王さん。ここにいたと。いや、これは倒せたやろ、さっきちょっと僕。待って。これは倒せたと思うんだけど、僕がね、ちょっと、なんだっけ、スーパーチェクシス使ってたらね、なんかいたんよ、こいつが。調子乗ってんじゃん、お前！イカモガタリさんですね。イカモガタリさんは何これ？どこに隠れてんの、お前。以上でーす。よーし。ということで、やっていきましょう。クレマンですね、僕が。デポン、海洋博物館公園大学。やっていきましょう。よーし。ってことで、やっていくよー、見てほらね、これね。
もうこのアフロのね、タコちゃん可愛いね、本当にもう。ただからやっていきましょう。いや、デポン海洋博物館、久しぶりにやるな。デポン海洋博物館だっけ、名前。まあでもマップの覚えることができなくて、もう完全にね、あのね、もう認知症ですかって50回くらい言われました。はい。あとは、あと自陣側のリッチにね、ビーコン置くとね、割と壊れさせられないってどういう意味だよ。あんまりね、壊させられないんで、ここら辺にちょっと置いとこうか、ビーコン。よいしょ。で、あとはここに、ポンと置きまして、オッケー、じゃあ隠れ場所探しましょう。と思ったら、ここでよくね、隠れ場所。見晴らしもいいし。ここでよくねと思ったんだけど、ガチアグラお前、うわ、何ガチアグラ奪ったんじゃ、お前。いや、最後にちょっと、ボムを、ね、投げましょう。よーし。ってな感じでやっていきましょうか。てか、逃げる側の人みんなタコなのすごいな。ということで始まりますよ。スタートということで。さあ、一家物語さんは勝てるのでしょうか、敵のお兄さんのね。よーし、ということで。うわ、もう、うわー初手から雨使ってくじゃん。怖い怖い怖い。雨ってさ、ビーコン壊れるっけ？あ、壊れない。あ、壊れてない。オッケー。あ、壊れるんかよ、ビーコン。ちょっと、おーい、ちょっとしっかりしてくれよ、お前。真ん中にめっちゃビーコン置かれとるし、お前。怖っ。あ、しかも待って、ここにあるビーコン壊されてないんだけど。待って、これは良すぎない？これを、こいつはいいぞ。待って、ね、早くない？なんか雨降らし率。待って、やばいやばい。いる。待って、EGP さんどっか飛んできましたね。あ、多分 EGP さんどこ行ったな、お兄さん。怖いね。怖いね。ってお前。あれ、めっちゃ飛ぶやん。たらい回しにされとるやん。EGP さん死んだでしょ、多分あれ。大丈夫か？おお、見つからなかったっぽい。ナイスー。わあ、またこういうやつは、雨降らし使いよるお前。待ってこれ、怖いな。雨降らしをね、めっちゃ使う。雨降らしを使う率が半端ないんだけど。怖っ。バレたね、やっぱまだ。あ、こっち来ます。あ、落ちてった。落ちてったんだけど。お兄さん。こっち来るか？こっち来るね、これね、この流れはね。うん、こっち来て、行こう来ます？こっち。あ、こっち来てますね。うん、この壁、よくない？よくない？あ、魔王さん飛んできましたね。あはっあはははははまで、私の番、これは。ビーコンないんだけど、あった。ご。なよってお前。なよってお前。うわ、最悪なんだけど。ここにあったビーコンに飛ぼうとしたら、もうすでにね、死んでたという。おい、ま、なんだお前、こう。あ、やばいやばいやばい。バカバカバカ、ごめんなさい、ごめんなさい。ごめんなさい。ちょっと間違って落ちちゃった。ごめん、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 ごめん。カモンとナイスをめっちゃ連打する男。よしよし、あと1分。あ、やばい。来た、お兄さん。やばい、やばいよ。あ、やばい、やばい。塗られた。すごっ。全然塗られてんだけど。やりますね。よーし。なんかそんなにね、何も起こらず、時間がやってまいりました。すごいナイス、よく見つかなかったな、みんな。そう、鬼さんのね、雨降らしのね、使い方が上手かったわ。ちょっと、怖かったわ、なんか逆に。よーし、ということで、やっていきましょう。ラストですね。ホッケフト、やっていきましょう。で、このマップも久々にやるからさ、久々のオンパレードだな、本当にな。うん、ということで、やっていきましょう。よーし。どうしようかな、また、同じく、さっきと同じ戦法で、ちょっと、リッチの近くに、ちょっとね、ビーコンを置いていきたいなと思います。ちょっとここにも置こう。ほい。もうここはバレないだろ。ここにビーコン置くのはちょっとさすがにね。よし、この、ね、両サイドにね、置きます、ビーコンを。もうこれで勝ったも同然やなってお前思いましたけどね。はい。よろしくお願いしますねって言うとりますけども、はい。やっていきましょう。よーし、そんな感じで。あと1分30分もあるんでね、ゆっくりちょっと隠れ場所探していきましょうか。よしよしよし。でも僕ね、もうスプラトゥーンかくれんぼをね、もうやり始めて、もう早1年は経とうとしてるんですけど、ね、もう僕、動画でね、ここが隠れれたら強いとかさ、ここにビーコン置くといいよとかさ、ずっと言ってるもんだからさ、もうあれだよね、みんなが、僕が隠れそうな場所も、知っててさ、ね、もう泣いたよねって。だから僕いつも見つかんのかな、みたいな、思うんですけど、まあそれは、どういうことなんでしょうかね。って感じで残り1分。どうしようかな、隠れ場所。で、こう、隠れる場所少ないからさ、どうしようかな、どこに隠れよう。あえてここに隠れる。待てよ。はい。ここに隠れてみよう。割とバレないかもしんない、この、タコの聖地。うん。ってことで、じゃあ、始まるまで待ちましょうか。よーし、ということで、始まりますよ。スタートということで、やっていきましょう。待って。イカ物語さんと、こういうヌーってもう言いづらいから、名前変えてって言うてるよ。イカ物語さん大丈夫か？見つかってないし、しかも。
ナイスじゃんけ、お前すごいね。すごいね。僕、ビーコン、近くにビーコンがあるからさ、あそこにあるビーコン。それを壊すためにさ、なんか僕も見つかりそうなんだけど。やばい、見つかったか、これ。わ、すっごい、ボムを投げる人。まだ、飛んでったんだけど。イカモノカタシが飛んでいきましたね。待て、わ。あー、ちょ、あ、やばい、これやばい気がする。あ、オッケー、オッケー。このままね、このコンテナ上とかに登られたらね、僕負けてた。見つかってたわ。どこ行った?鬼さん。鬼さん、どこ?消えた鬼さん。消えた鬼の謎。どこ?どこ?どこに、待って、え?え?あ、待って、え?こういうぬーさん、死んどるやんけ、お前。私ね、僕も、こういうぬーさんにならないように頑張ろう。もう、こういうぬーって本当に言いづらくて、もうやめてくださいって言っていますけどね、はい。感じで、あ、なんかやばいやばい。ボムめっちゃ投げとる。ボムめっちゃ投げとる。やばいやばい。やばいけど大丈夫ですかって言うとりますよね。うん、はい。猫やばいよ。大丈夫か。割とバレてないぞ。ほら、すごくない?すごくない?ほら。あ!ごめん。ああ!はい。ってことでやっていきましょう。もう、あと残り41秒。あ、来てますよ、お兄さん、ここに。ここに来てますよ。どうですか?あ、魔王さんちょっとやばい気がするけど。これは大丈夫なのか?これは、あ、魔王さんし、ナイス!あ、て、あ、イカモンガタリどっか飛んでいきましたね。あ、飛んでったイカモンガタリさんには気づいていないと、お兄さんは。やばいよ。うまいな、ビーコン飛ぶの。お前、撃ちすぎな、お前ら。何その、僕にそんな恨みでもあるんですかって。な、まあ、終わるよ、そろそろ。みんな仲良くしようね。うん。よし。そうそう、終わりますよ。4、3、2、1。あー終了ということで、イカモンガタリさん、ただ一人だけ生き残りましたね。ビーコンの使い方がうまいわ。うん。はい、ということで、今回はね、すっごいね、みんなビーコンの使い方がうますぎ。もう、あっちやんけ、あっちやんけ、こっちやんけ、あっちやんけ、あっちやんけ、もう意味がわかんなすぎて、もう、ニンテンドースイッチをね、DS にするとこだった。ちょっと意味わからんな。はい、ということで、もしよければ高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。はい、ということで、また別の動画見てくれると嬉しいです。ということで、また見てください。じゃあ、バイバイ。